この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイちゃんペロッと、すごいよ。さあこちらは潤いたっぷりムフフ女優はこの方、信じていいですか、任せてください。まあリアクションが分かりやすいっていうことを前回言ったんですけど、はい、今回もリアクションが良かった女の子をご用意しております。ではスペックは上から84、59、85の D カップ、かなえるかちゃんです。はい、どうも来ちゃいました、るーちゃんことかなえるかです。いいないやでも珍しいですよね、あの魚拓さんってそのロリ系の子はあんまり、そうね、そんなにぐさっとくる感じじゃないんだけど、なんかルーちゃんの時はなんか良かったんです、ね、内面が透けて見えるんですよ。どういうことですか？スケルトンいい、ちょっと黙ってルーちゃん、ちょっとルーちゃん黙ってこんなにまっすぐで頑張ってるっていうのがこう伝わってくる、ルーちゃんね、本当に、うん、でそれを絶対見せないっていう、うん、見せます、はい、会話が通じないことがなんか多いみたいで、ね、そうだね、大丈夫ですかね、大丈夫大丈夫、うん、そっか、うん、そっかそのままでいてほしい、そのままで、うん、はい、そのままでいますこういうのもだよ、見習うのは、見習うのは、いや、いいなと思って、いいだろ、お祭り気分で戦う今回の対戦台は人気シリーズ最新作パチンコ CR 蒼天の剣天気、北斗とはまた一味違ったギミックも話題の機種だ。ルールはいつも通りシンプルに最終出玉数で勝負、そして魚拓の頑張り次第ではカナエルカちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ、ご期待あれ。無風タイマー俺がリクエストしていいですか？いいですよ。ルーちゃん、知女とかできんの？頑張る。本当？頑張る。知女だよ。頑張る。だから頑張るしか言ってないんですけど。流せるよ。みんな知女です。はい。あと知女だよ。はい。頼んだよ。いや、プレイやめてもらっていいですか？さて、今日はこれ蒼天の剣ということで、今まだ導入されたばかりで2回ぐらい打ったかな、結構この33回転のところでどれだけ連チャンさせられるかが肝っすからね、今回はここで10連ぐらいさせとけばもうなるせ涙目よ。まさになるせ今にも涙目の状況、ここ、ああしかも赤い拳、これはもらったかな、もらったかな、赤、青か、これはこれはいかないと、もう残りほとんどない、確変状態は、マジか。さあこれ5連チャンして次の当たりや、何5連ぐらいで終わってるのよ、キャラ違う、まだまだ全然ダメ、ゆうちゃんちょっと無理ない、大丈夫？大丈夫ちじゃに見えない、目で見えない、やっぱり可愛い、でしょ、はいはい、だもっとルーちゃんいじめて、え、いじめて、いじめて、ほらじゃあちゃんと、ほらちゃんと出してね、ね、ちょっとルーちゃん、うん、無理がある、無理じゃないもん、すごい無理がある、無理じゃないもん、無理だよな、うん、無理だろ、無理じゃない、いやね、お腹壊したら何出すの、お尻が何出すんだよ、言ってみろよ、わな、なんだよ、わたあめ、
わたあめみたいに白くないだろ。うん、わたあめはっきり言えよ。ねえ、わたあめなんか出ないだろ。もっと苦戦出すんだろ。違う、わたあめだってば。嘘じゃない。来たぬがりで地獄行くぞ、地獄行きだぞ。いいのか。天国行くもん。本当のこと言えばな、うん、お腹壊したらお尻から出るのはなんだ。わたあめ。地獄行けよ。天国。まあほら、ちゃんと頑張って、はいはいはい。あの、俺のリクエストは、うん、次女なんで、うん、そば頼んだらうどんが出てきた感じ。頼ますよ、うん、次は。分かった、じゃあ結構次、まあ当たりというよりはどっちが核変音を引くかで今日の勝敗は変わってきますね。だから次俺が核変音をすんだり引くようだと、もうさすがに今日の俺の勝ちは揺るがないんじゃないかと。だから次の当たり、要は核変音を何せが引くかちょっと分かんなくなっちゃうんですけどね。すると成瀬に大逆転のチャンスが。お、アフトラッシュ。お、さすがボランやる。さあ次。51% あるのね。でこの後さっき の、 あのタバコずっと吸い続ける電気王国に行ったら結構熱い。お、シャンデリアが今赤だった。金もあるんだけど赤だったらチャンスアップ。で風も赤、チャンスアップ。勝敗は変わってきますね。この続きは次回。成瀬は ST 突入なるのか。突入率 62% だから入る方が多いんだけどね。地上町の魚宅はさらなる大当たり炸裂か。ご褒美あげるね。マジか。そしてついにルカちゃんが地上に覚醒しちゃったぞ。